ポタも目当ててね待っちゃったのよ。あ、渡嘉敷さんでございます。どうもどうも。今までね、地味ながらいろいろ役やりましたけどもね、はい、何が一番気に入ってますか。はい、死人ですね。やっぱりね、顔色といい、目が暗いです、性格といい、先週やった死人が一番気に入ってる、ね、はあ、なんかシャレ言うために用意してきてんじゃないですか。いや、ないんですよ。さっき釘持ってきて、死人に釘なし。うわ、もう用意してきてないわけ。二度はやらないんで。かわいいね。一番今までの役で何気に入ってる。そうですね、ピアニストですかね。あのメガネかけたやつ、あれは抜群に時代の感じ。はい、それまで。はい、お知らせをいたします。何？来たる3月29日、新宿厚生年金大ホールにて坂田明 with 和母 and オーケストラというコンサートがありますよ。なんだ。あの人はブッシュマンの宣伝やってた方がいいんじゃないですか。